懐かしい曲がかかったところでですね、はい、脳トレの問題が届いておりまして。何の関係があるの？問題がですね、はい、アッコさんの懐かしい曲のタイトルを並べ替えましたという問題なんです。私の？はい、はい、これは当てないとまずいね。これはアッコさんにぜひます。この手の問題得意ですからね、最近。いや、有名人の名前を並べ替えるっていうのが多かったですが、はい、はい、これは、アッコさんの曲のタイトルを並べ替えております。はい、1問目、はい、一気に振る。一気に振る、はい、一気に振る。一気のつはちっちゃいんですか？ちっちゃいつです。振りに気ってことですか？正解。 あと2問ございます、はい、やべえ路地。もうやじろべえですよもう即答ですね。これないんじゃないですか。次長いのがあります。長いの？長いです、はい、中野でのど飴しゃぶり中野でのど飴しゃぶり。しゃぶり、はい、土砂降りの雨の中でこれさ、はい、懐かしいとかなんとかの問題じゃなくて、はい、ここで脳トレをしようっていうね、この時間稼ぎに声が出ないのに私に気使ってくれてるって言う割には声を出させる君の神経を疑う。ここに来てね、あとは単純にこののど飴しゃぶりって言いたかっただけですねな、もう本当余計なこと考えちゃって本当に何を考えたんでしょう。みんなが考えることで。考えてないと思いますよ。余計喉がヒリヒリする今。喉飴ですから、もうまさに喉飴ですよ。アコさんに舐めてほしいのは喉飴です。はい。たくさんのお電話ファックスメール。そうですね。すごいねこの番組。これで締める。あ、すいません。なるほど、ね。何かこう時間の都合で動いてるので申し訳ありませんが、ね。いやいや、それならファックスとかあったじゃないですか。メールもありました。はい、ありましたけど。喉飴しゃぶり。どうしてこれで終わるかね。はい。たくさんのお電話ファックスメール。あ、本当に。ありがとうございました。それでは今から19年前、1998年の今日リリースされた。あ、そうなの？今日が発売日だったんです、19年前。アッコさんの曲で、この曲は映画極道の女たち、はい、けじめの主題歌でした、はい、決着と書いてけじめと読ませる、はい、この映画の主題歌でした、はい、和田アキ子、川、リバー。